佐賀江広種は、戦国時代の武将。佐賀江氏十六代。佐賀江城氏九代。伏線寺、佐賀江宗広の側室の子として、分岐元年に生まれる。後継者争いを避けて仏門に入ったと見られ、北京公営を名乗る。英昇元年、父の死により、後継者争いが発生。弟で正室の子であった高広が、英昇二年三歳にして、佐賀江氏を継いだ。しかし、 大英7年高弘が山を得て没すると、死死がなかったため北京院公営が連続して、公主と改名し後を継いだ。協力元年伏線寺を回帰し、海山は本寺である墨江寺二代の像外胸元に山と、奈緒が務めた。公主直筆の三者選択が残る。佐賀城は南北朝時代末期から室町時代初期にかけて築城されたが、当初は方形短角の平城であった。 その五条の拡大に合わせて二の席の改作が行われると二の丸三の丸が築造され、公主の第には三重の堀を持つ連隔式平城となった政策名、佐賀以上を超えず、英章十八年に攻め寄せた伊達氏は、その後道の区国での勢力拡大に傾注したことと、天文十一年から六年間続いた天文の乱により、勢力を減衰させ、 伊達市の支配下にあった最上氏も争いに介入していたことなどから、公主の時代は比較的穏やかな小生だった。公主の姉妹は山野辺直弘、中野氏に嫁いでおり、兄、高弘の性質は立岡義介の娘であった。また、永翔本王へ刑図によれば、公主も立岡妹とお妻としたという、最上氏所流と遠赤関係を軸とした同盟関係にあったと思われる。 天文15年12月24日数え46歳で、亡くなり、後を、天広が継いだ。公種没後、天文の乱で独立を果たした紋上氏が、領土拡張政策を取るようになると、争いに巻き込まれていくことになる。工藤貴平や、大江系図、坂井氏大江氏なラビに関連資料 P63、最上院、栄章本大江系図、 佐賀市市大江市並びに関連資料 P41、佐賀江大江市、P102、安中坊系府、佐賀江市大江市並びに関連資料 P104、佐賀江町市によれば、夕早市寺は、干渉5年回帰。はじめ島村山城にあったが、報道寺や土地に移転した。安中坊系府、佐賀江市大江市の、ありがとうございます。